島広域消防組合は、三重県の島市と渡来郡南伊勢町が組織する一部事務、組合。消防本部の名称は、島広域消防組合消防本部。2012年現在使用されていた、島広域消防組合消防本部県島、消防所長者は、車庫が耐震基準を満たしていないほか、他の建物も老朽化していた。 さらにハザードマップ上では浸水エリアに含まれていないが標高は11メートルしかなく想定外の打つ波による被害も考えられる上災害発生時に119番通報が殺到した際に円滑に処理することのできる消防指令システムも保有していなかったこうした事情を踏まえ消防本部県消防省2014年度末を目標に新築移転する方針が打ち出された 候補地は、島市の所有する、長沢グラウンドが有力で、新庁舎には、高機能の消防指令システムと島市の防災システムを導入する予定であるとの報道が、なされた。ところが、2012年12月21日、島市議会は、長沢グラウンドを廃止していいのかなどの意見を提示し、移転場所として承認しなかった。その結果、 同じ敷地内に新築する方針に転換し、2014年7月16日に工事を開始、消防業務を継続しながら工事を進め、2016年2月25日に新庁舎が完成した。新庁舎の竣工式は第42回先進国首脳会議開催の都合で延期し、8月6日にようやく挙行した。 新庁舎の総工費は18億円で5階建ての庁舎には従来なかった女性職員用の仮眠室、シャワー室を設け、災害時などに72時間稼働可能な時か発電システムや119番通報を円滑に処理する通信指令システムを導入した。庁舎は伊勢島サミットの統括警戒本部として利用され、東京消防庁など日本各地から派遣された。 消防職員が詰めた。2020年9月29日、島市長の竹内千尋と南伊勢町長の小山、匠は、島市役所で会見を開き、2021年3月31日をもって、島広域消防組合を解散し、翌4月1日に、島市消防本部を新設、南伊勢町が、南西地域の消防業、市町村合併により、 厚生自治体が一市一町になったことで一部事務組合の意義が薄れたことや二重行政の解消、大規模災害への対応などが目的で、さ、これに伴う職員の待遇や消防署配置の変更はない。島広域消防組合消防本部、島消防署級庁舎、ありがとうございます。